みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら。このままでは未完のまま絶筆になってしまいそうな漫画たち、パート3。皆さんは絶筆という言葉をご存知でしょうか。絶筆とは、何らかの理由によって作者が作品を書き進めることを中断してしまったことを指しますが、今回は現時点で完結していない作品の中から、このままでは未完のまま絶筆になってしまいそうな漫画をご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介するのは、2011年から連載が始まった漫画テラフォーマーズ。テラフォーマーズは火星で驚異的な進化を遂げた人型ゴキブリテラフォーマーと、それを駆除するために手術を施され、特殊な能力を手に入れた人間とのお互いの存亡をかけた戦いを描いた SF アクション漫画で、原作を佐菅悠先生、作画を立花健一先生が担当し、2011年からミラクルジャンプで連載が始まったテラフォーマーズは、2012年に週刊演舞ジャンプに移籍後、アニメ化や実写映画化もされた人気作ですが、2017年、原作者の佐菅悠先生の病気療養のために休載となり、その翌年、1年ぶりに連載が再開されるも、同年、体調不良で再び休載。そしてその2ヶ月半の休載の後に再開となりますが、さらにその3週後、改めて病気療養で休載することが発表されました。そして2022年現在、3年以上の長期休載期間にあり、再開のめどは立っていません。続いてご紹介するのは、2001年から連載が始まった漫画、ラブレス。ラブレスは、敬愛する兄を何者かに殺されてしまった小学6年生の少年、青柳律香が、兄の死の真相に関わる組織の使いが現れたことをきっかけに、その真相を知るために戦いに身を投じていく SF ファンタジー漫画で、二次創作の同人作家出身で、1986年に商業誌デビューを果たした甲賀ユン先生は、その後も同人活動と並行して多くの作品を手掛け、2001年から月刊 G ファンタジーでラブレスの連載がスタートし、その後、コミックゼロサムに移籍して連載が続いていましたが、甲賀ユン先生の執筆スタイルとして、いろんな作品を手広く書いては、休載及び未完になることがよくあり、本作も徐々に休載が増え、さらに2017年に単行本最新刊が出てからはぱったり音沙汰がなくなり、いつからか掲載市場での休載のお知らせすらもなくなってしまい、絶筆が危惧されています。続いてご紹介するのは、2002年から連載が始まった漫画、冒険王ビート。冒険王ビートは、ヴァンデルに人々が苦しめられている暗黒の世紀と呼ばれる時代を舞台に、ヴァンデルの退治を生業とするヴァンデルバスターの少年ビートが、全てのヴァンデルを倒すため、仲間たちと冒険に出るファンタジー漫画で、三条陸先生原作、稲田浩二先生作画という、ドラゴンクエスト、大の大冒険のコンビが送る新連載、冒険王ビートは、2002年から月刊少年ジャンプで連載がスタートしますが、2006年に休載。その後、10年の長期休載期間を経て、2016年に中断されていたエピソードの続きが掲載され、2018年よりジャンプスクエアライズに移籍し、本格的に連載が再開されました。以降は連載が続いているものの、機関誌での掲載ということで進行が遅く、単行本の発行ペースは1年から3年に1巻しか出ないため、少なからず絶筆が心配されています。続いてご紹介するのは、2006年から連載が始まった漫画、セイントセイヤ、ネクストディメンション冥王神話。セイントセイヤ、ネクストディメンション冥王神話は、ギリシア神話をモチーフとした物語や、正義のために戦う少年たちの姿を描き、セイント、クロス、コスモなどのネーミングとともに、1980年代後半に人気を博したセイントセイヤの完全新作として発表された漫画で、1974年に漫画家デビューを果たした車田正美先生は、リングにかけろ、男坂などの連載を経て、1986年から1990年まで代表作セイントセイヤが連載され、以降、セイントセイヤのタイトルを冠する作品が多く出ることになりますが、2006年から週刊少年チャンピオンで、車田正美先生が手掛ける唯一の正統続編、セイントセイヤ、ネクストディメンション冥王神話が連載開始。
そんな本作は当初全ページフルカラー作品として発表されますが、週刊連載ではそれが困難だという判断に至り、早々に不定期連載作品に改められ、その後も連載は断続的に続いているものの、常に多くのファンが続きを待ちわびています。続いてご紹介するのは1993年から連載が始まった漫画流浪伝。流浪伝は修学旅行中、西暦207年の中国にタイムスリップしてしまった中学生天木四郎と泉真澄が、国同士の戦いに巻き込まれ、戦いに身を置くうちにそれぞれの天命を知っていく歴史漫画で、作者の山原義人先生は手塚治虫先生に憧れて漫画家を志し、1992年に月刊少年マガジンチャレンジ大賞に入選。そして翌年1993年から月刊少年マガジンでデビュー作であり代表作の流浪伝の連載が開始。その後コンスタントに連載を重ね、2007年に第2部が始まりますが、2010年山原義人先生が脳出血で入院し、2ヶ月の休載の後に連載は再開。そして2016年からは第3部がスタートし、実に30年近く連載が続いていますが、近年は休載が目立つようになっており、少なからず絶筆が心配されています。続いてご紹介するのは1981年から連載が始まった漫画クリスタルドラゴン。クリスタルドラゴンは1世紀頃のヨーロッパを舞台に、邪眼のバラーによって滅亡したブリアナンクラーナ出身の女魔法使いアリアンロッドと、生き残った族長の娘ヘンルーダと共に一族最高の誓いを果たす旅をしていく物語で、1970年にデビューを果たした芦部裕穂先生による漫画クリスタルドラゴンは、1981年少女漫画雑誌ボニータの創刊号から連載をスタートさせ、2007年から2014年までの長期休載期間を挟みつつも、その後ミステリーボニータに移籍して連載が再開されていました。しかし2021年に入り、作者都合により休載のお知らせがされて以来、再び休載状態となっており、多くのファンが続きを待ちわびています。続いてご紹介するのは1975年から連載が始まった漫画デイモスの花嫁。デイモスの花嫁は悪魔のデイモスに見入られた女子中学生のイフミナコが、デイモスに次々と人間の浅ましさや愚かさを見せつけられ、人間界を捨てさせ自分と永遠に生きようと誘惑していくホラーファンタジー漫画で、先ほど紹介した芦部裕穂先生のもう一つの代表作デイモスの花嫁は、池田悦子先生原作のストーリーを芦部裕穂先生の作画で描かれる漫画で、1975年月刊プリンセスの創刊号から連載が始まりました。そして1990年にストーリーの第2部が終了すると、そこから長い休載期間に入ります。それから実に17年の時を経て、2007年に最終章がミステリーボニータで再開され、以降不定期連載がされていました。しかしクリスタルドラゴンの連載を再開した2014年、デイモスの花嫁は再び休載期間に入ってしまいます。そんな本作はクリスタルドラゴンの完結後再開すると告知されていますが、先ほどご紹介したようにクリスタルドラゴンも休載しているため、2022年現在まで8年の長期休載状態にあるデイモスの花嫁は絶筆が危惧されています。今回最後にご紹介するのは1977年から連載が始まった漫画超人ロック。超人ロックは数千年の時を生きる伝説の超能力者ロックが、時に物語の中心となり、時に脇役に徹しながら宇宙に生きる人々の繁栄を見つめ続ける SF 超能力アクションストーリーで、1971年に少女漫画家としてデビューを果たした聖由紀先生による漫画超人ロックは、同人誌で発表した作品から始まり、1977年から商業誌月刊アウトで連載がスタート。その後時代とともに数多くの掲載誌で書き続けられている長寿漫画ですが、2017年、作者の聖由紀先生が慢性副鼻腔炎の術後に倒れて心停止を起こしてしまいます。その後蘇生に成功するも昏睡状態となったため手術を受け、無事に退院することとなりますが、2020年、自身がパーキンソン病であり闘病中であることが明かされました。
木尻ゆき先生は超人ロックの連載に対してできる限り書いていきたいと意欲を示しているものの、断続的な連載で続いている上に近年は休載が多くなっているため絶筆が危惧されています。今回はこのままでは未完のまま絶筆になってしまいそうな漫画たちパート3ということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。当チャンネルでは他にも様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。